はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはザ・キング・オブ・ファイターズ、98 アルティメット・マッチ・ファイナル・エディション。キング・オブ・ファイターズの、ね、98って書いてあるからね、まあ98年にね、出たゲームなわけですよ、元はね。で、まあ、キング・オブ・ファイターズシリーズ自体は、昔はね、年数が入ったんですよ。最近は数字ですよね、普通に。15ぐらいまで出てんのかな、今。ということなので、まあ、正直、昔と今ではだいぶ違うんだけど、だからこれは98年出たバージョンの、まあ、ファイナルエディションアルティメットマッチファイナルエディション。ファイナル、そうだね、ファイナルエディションなので、まあ、ファイナルエディションなんだよね。って言って終わりにしちゃいけないんで、とりあえずサイトをチェックしてみようかと思います。ということで、こちら。ザ・キング・オブ・ファイターズ98、アルティメット・マッチ・ファイナル・エディションということで、究極の進化を遂げた KOF98UMFE、プレイステーション4パッケージ版2022年10月27日発売ということになっています。ということでね、ちょっとこれを見ていこうと思うのですが、まずこれ見た方がいいのかな。ということで、KOF シリーズ、シリーズ最高傑作、なんかフルチューンとアーケード仕様の究極の対戦ツール、横のやつやな、あ、64体が参戦、なるほど、横に書いてあるの違うんですが、KOF シリーズ、歴代最高の呼び名が高い、呼び声が高い、ドリームマッチ KOF98 をチューンアップした KOF98UM、 さらに究極の対戦ツールとして徹底したバランス調整を残したアーケード仕様のザ・キング・オブ・ファイターズ98アルティメット・マッチ・ファイナル・エディションが登場。究極の戦いを制して頂点を目指せってことは、 KOF98UM っていうのがその前にあったの、いついつってよくわかんないけど、まあとりあえずファイナルエディションなわけですよ。今回の商品はね、10月27日発売ということになっています。ということで、究極のゲームバランスを実現、アーケード仕様として KOF98UM を極限までフルチューンアップ、ゲームバランスの再調整や全キャラクターの技の見直しなど、ファイナルエディションの名にふさわしい、究極の対戦ツールで、快適なオンライン対戦を実現。オンライン対戦のネットコードには、ロールバック方式を採用。さらに最大9名まで入出できるオンラインロビーと観戦モードを新搭載。快適なオンライン対戦をお楽しみください。だそうです。で、総勢64人のキャラクターが参戦。KOF98 のキャラクターに加え、キサラリエイジかな、東堂霞かな、でギース・ハワード、ミスター・ビッグ、ボルフガング・クラウザーなど、ボルフガング・クラウザーか。ギース・ハワード、ボルフガング・クラウザーなどの人気キャラクターが参戦。さらに、裏キャラやボスキャラも使用可能ということで、まあ、究極なわけですね。はい。で、ニューシステムってあるね。ニューシステム、アルティメットモード。アドバンストモードとエクストラモードの各要素を組み合わせて自分流にカスタマイズできるアルティメットモードを新たに実装。また従来の2つのモードも再調整で性能差を改善。2つのオンラインモード、成績がランキングに反映されるランクマッチと、任意でレギュレーションを変更し気軽に対戦を楽しめるランキング非対応のプレイヤーマッチが選択可能。ライバルたちを倒して世界の頂点を目指せ。非対応だと目指せないじゃん。まあいいか。KOF 版、ネオジオ版 KOF98 収録。KOF ファンには嬉しい。ネオジオ版ザ・キング・オブ・ファイターズ98を完全移植。シリーズ最高傑作と呼ばれたドリームマッチ KOF98 も存分に楽しめる。まあ確かにネオジオのカートリッジ版はもしかしたら結構値段上がってて買えないかもしれないもんね。まあプレステ版とかいろいろ出てるけど、まあそういう意味じゃないんだよね、多分。で、多彩なゲームモードを搭載。CPU との連戦に挑むエンドレスモード。全30ミッションに挑戦するチャレンジモード。技の練習ができるプラクティスモード。キャラの色を変更できるキャラクターエディットなどを搭載。まあ、いろいろ入ってるよってことですね。で、サウンドトラックは関係ないな。
ということなんで、まあいろいろとね、昔のキングオブファイターズから勝てる男ですね。で、タイトルはキングオブファイターズ98アルティメットマッチファイナルエディション。ジャンルは対戦格闘で、レーティングは 0B、12歳以上対象。プレイ人数1から2人、2名。プラットフォームがプレイステーション4とか PC なので、まあパッケージ版はね、プレイステーション4です。ということで、なんか2014年の12月16日、ずいぶん昔に Steam で出てたみたいなんだけど、2022年6月21日にプレイステーション4のダウンロード版はもう出てます。で、パッケージ版が今回、2022年10月27日に出るのですが、これね、そもそもここに価格が書いてないんだよな。税抜きで2700円だから、2970円かな、税込みで。というね、結構破格な値段なんですよね。はい。ということで、まあ、なんだろうな、こう、古いバージョンなんだけど、カスタマイズしてすごい最高な状態を作りつつ、昔のも入ってるってことは、結構こう、十分な内容だと思うんですよね。だから、あとはこれは、もう、パッケージで買う人は、コレクションにするぞぐらいの感じでね、買うといいかな。うん、まあ、ダウンロードで買ってる人はまあいいんじゃない、それは感じですね。まあまあ僕もちょっとね、すぐ買うわけじゃないけど、なんとなくこう早めに買うような気がしてばっかです。はい。ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。